こんばんは、梅チャンネルの梅です。今日もよろしくお願いいたします。昨日に引き続き今日は試着です。ちょっとどれから行こうかって、ちょっと 汗だくでなんか嫌やなと思って。クーラーないんでね、この部屋。これの着てみようかな。 L サイズ。どう？ぴったりぴったり。早履きたいですね。次の雨の日いつになるか。さあ、それでは上から行っていきましょうか。まずはこれ行ってみます。はい、切れたんですけど、ちっちゃい目です。布が伸びないんで、ちょっと汗かいたの。これ着替えるの大変やの。あ、全体像はこんな感じですね。で、襟の部分を折ったら、V ネックとか、ちょっと広いネックのセーターとかと合わせるのがいいんじゃないかと思います。そんなセーター持ってたかな。大人な一枚ですね、これは。うん、大人すぎるけど、おばさんの一枚ではないですね。大人な一枚ですね。はい、という具合です。じゃあ次行こう。中にこのブラウス着たままで着てみました。大きいですね。大きいけど このぐらいのサイズなんですけど、そんなおかしくはない。ちょっと見えない。尻隠れるでいいんじゃないでしょうか。うん、これはゆったりしていいですね。ちょっと薄めやしね、もさもさせえへんね。あんまりね、でもあの厚着したら夏めっちゃ暑いんでね。夏ちゃん冬でもコートでめっちゃ暑いんでね、ほんまに。今もそうですけども。次行こう。さっきのレースのブラウス、後ろにボタンついてました。まあ、ついてても着ぬくいな。これは伸びへんから、さっきも脱ぐのにピシって言いました。ちょっとあんまりうかうか着れない。私昨日ね、69点って言ってましたけど、68.3 ぐらいです。ちょっとしたさ。はい、これはロートレックの T シャツです。これはちょうどなんじゃないでしょうか。パフスリーブパフスリーブっていうのかな。手元がパフ。うん、映画入って。で、ここにタックが入って。
どうでしたろ。ちょっと角度を、ね、まさら変えるということで次行こう。これは夏にギリギリ間に合ったって感じでしょうか。早く着やな着る日がなくなる。でも最近暑いですね。クーラー入れて寝てますよ私。母に消されるんですけどね、モネ好きなんで嬉しいな。モネのワンピース頼もうと思ったんですよ今回のね。フェリシモのサニークラウズは抽象画みたいながに焦点当てたやつやったんかな。でこのスイレンのねワンピースがあってね、あーかわいいと思って買いたかったんですけど買えなかったですあと何買おうとしてたかな。あともう一つなんかキャンプの絵の描いたなんかかわいい、それもワンピースと、あとパンツかなんか頼もうと思ってた。ありませんでした。はい、次は下行きます。100均で買った靴下セリアにありました。はい、 3L のデニムです。 3L 大きすぎるかなって言ってたけど全然ぴったり、むしろきついもうお腹がジャストサイズです結構包まれるような感じですっぽりしてます。ちょっとその分足が短いんで3L にした分丈が長いんでこれ折らな着られへんです。やばい、やばい腹。さあ、次のパンツ。足はズボンって言ってしまうんだけど、パンツ。はい、次は裏肝の LL のパンツですね。LL でぴったりでした。LL でよかったね。ちょっと。黄色っぽい色なんですけど、ゴムなんです、総ゴムゴムと紐で OK がついてます。さて最後の大物、この暑い中行きますか。ちょっと休憩
1900円。あ、そのもう前々期から着てるこう同じようなフード付きのコートがあるんですけど、それはね6900円で、すぐ毛玉が出ましたね。でもね、すごい気に入って、形がなんかなんとなくシルエットがいい感じで気に入って、あと背低いしね、私あんまりロングコートは似合わないかなと思って。モデルはい、ということで全部試着し終えました。またね、また後で届くのはおいおいやっていこうと思います。皆様どうでしたでしょうか。なんかいいなっていうのはありましたでしょうか。ね、いろいろあるんで、皆様もいろいろ買ってみてください。そんなにね、高ないんでね、あの、あれは高いのは高いんですけどね、私はそんな高いの買わないんで、高くても3000なんぼの T シャツとかね、あのトレーナーとかこれ買って5900なんで、お尻すっぽりのタイプでね、もし参考になったら幸いでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。これでさ、 YouTube のタグって入れるとこあるんですけど、どうやってもタグ入らないんですけど、あれなん、どうなってるのかな。ついてる人見たら羨ましいと思って、だから題名に長々と文字入れてるんです。あの検索に引っかかるようにと思って。難しいね。食べていけません、私は YouTube では。ということで、また次の動画まで、バイバーイ。